どうも皆さんこんにちは、ナフタレンです。今回はですね、MC ヘリの方で、自作のね、モデルを作ってみたので、まあそれのテストも踏まえて、ちょっと、エンダードラゴンの方を倒しに行こうかなと思います。で、今回ね、何でエンダードラゴンを倒すのかと言いますと、はい、名前が何だっけ、ラハティ L39 対戦車銃っていうね、もの、これで、何あいつエンダードラゴンを、倒していきたいなと思います。で、一応何て言うかな、一応今回これはあの週末のイゼッタっていうアニメがあるんですけど、まあそのアニメではその、まあ、主人公なんかなの、魔女のイゼッタっていう子が、まあ、このライフルにね、またがってでなんか、シュトゥーカとかを落としたりするよっていうアニメなんで、一応ね、はい、乗れるようにしました。はい、乗ってます。そう、ここに乗ってで、ね、はい、ここの今ウィーンで動いたここを握ってなんか進んでいくよみたいな、アニメです。結構面白い。で、今回これでね、まあエンダードラゴンの方にねちょっと喧嘩を、挑みたいなと思うんですが、まずエンダードラゴン、多分このライフル一発当てるだけで多分体力半分ぐらい削れると思いますので、今回はあのエンダークリスタルの方の破壊はなしで、まあ、ハンデとして、行きたいなと思います。なので、エンダードラゴンは結構回復すると思います。で、あとこのライフルは、ね、HP の値がね、まあ、右下100って書いてるんですが、実際は村人2匹分ぐらいの、ダメージを50にしたのでね、50、村人40やったっけ。で、まあ村人どついて殺すぐらいのダメージを与えると爆発して、壊れてしまうっていう仕様にしてあるので、まあね、自分と、このライフル自体の耐久値はかなり低くなってます。で、まあね、ゲームモードはサバイバルで、挑んでいきたいなと思います。はい。で、あれか。そもそも補給するために、何？補給しなあかんねんな。よし。じゃあまあ補給のために鉄と、まあ、燃料はね、なくても多分いけるかな。無理でした。燃料と鉄とかをちょっと補充して、挑んでいきたいなと思います。燃費は最強にしてあるので、1個あったら多分いけます。鉄。ちょっとぐだってますね。はい。鉄と火薬だけでいけるよな。鉄と火薬だけでいけるな。で、エンダーじゃない、ネザーじゃない、エンダーゲートなんていう、エンドにじゃあちょっと行きたいなと思うんですが、これもあれか、エンド行く用のあれ、ポータル作っちゃった方が早いか。エンダーアイを、ここに、フェフェンってはめると、ほい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 、よし。では、エンドに、ラハティと、鉄を持って挑みたいなと思います。向こうついてから、まあ、一応補充とか終わった時に瞬間に、サバイバルモードにしようと思います。一応メッシュを持っておこうか。よし、では突入。さあ、まあ久しぶりのエンドですね。さあ、エンダードラゴン先輩にちょっと挨拶で行く。まあ、どっかおるでしょうね。で、あとモッド入ってるのでエンダーマンがちょっと可愛い女の子になってしまってるけど、まあいいか。よし、では、早速乗って、リロード。よし、ここでいいかな。よし、では、サバイバルモードにする前にちょっとあれかな、秒が距離とかの設定をちょっといじって、よし、サバイバルにします。サバイバル、あ、燃料入れてなかった。サバイバル。さあ、ということでエンダードラゴン探しに行こう。音が完全にねおかしいんですが、まあご了承ください。
っていった感じでね、まあ、一応こういう飛び方をします。おった、早速ちょっと待ってよ。エンダードラゴンほんで足が速いんでね、結構ゼロ戦でやるといい勝負なんですけど、まあこの銃自体結構そのスピード自体は速めてあるのでなんとかなるかな。やー怖っ。あ、でもいい勝負やな。旋回速すぎるやろ。エンダードラゴン、エンダードラゴン速いな。旋回半径がめっちゃ速ない。でもちょっとじわじわ多分追いついてきてるかな。よし、ここで、イゼッタのね銃、今撃ったんですが、あれ以外にも、まあ、緑色のキラキラ出るよっていう無駄機能とか、まあね、この槍 TB っていう兵器がついているのでこれで仕留めてやろう。まあどう見ても誘導弾なんですけどね。え、待って、上下感覚が分からなくなった。まずめっちゃ待って、奈落に落ちる。あっぷな、あっぷな。今あれや、 Y が、待ってや、南に下ろう。こっちやな、危なかった。よし、宣戦復帰。さあ、エンダードラゴンどこや、あれか、いけ。待って、むずいぞこれ。ほらほら、一応あれはね槍が飛んでます。どこや、エンダードラゴン。どこやついてきてるんかな。その場でとどまれるっつうのが強いですよね。えい、あ、待って、くんな、怖い、ごめんなさい。いたやばい、耐久がない。やばい、まずい。くそ、まずい、待て、やばい、まずい。あ、しかも足つけなリロードできひんっていう鬼畜っぷりや。やばい。どっちやで、なんかこの島予想以上にちっちゃいねんな。すぐなんか陸がわからんくなっちゃう。戻ってる、これ。待って、全力で落ちてる。やばい。奈落行く。アップな、ちょっと待ってや、あの方向感覚を俺は今わけわかめになってる。よし、こっちで戻れるかな。どう、どっちに進んでるか分からんねんけど。真っ暗で、一応ナイトビジョン付きっていうね。待って分からん。どっちに進んだらいいんや俺は。詰まるところ、S 方向じゃなくてやな、北西に進めばええねんな。北西やからもっとこっちか。北西、こっち方面やな。よし、行くか。やっぱあれやな、ちょっと一回このイゼッタライフルって名前を付けた兵器をぶち込んであげたんやけど。早っ、もう島が見える下に。エンダードラゴンどこや。ちょっと食らってるけど、やっぱじわじわ回復しよるな。めっちゃ回復してるやん。おった、あれか。えい、あーは、自爆、完全に自爆やん。マジか、強いな、さすがエンダードラゴン。ということで俺の負けでした。ご視聴ありがとうございました。